名取市が津波対策として沿岸部に整備してきた全長6キロ余りの笠上げ道路が全線開通し、記念の式典が開かれました。名取市が整備を進めてきた笠上げ道路第2次防御ラインは、百合上地区から仙台空港がある北釜地区までの全長6.6キロを結びます。国の復興交付金などおよそ100億円をかけ、 2016年に着工しました。海抜5メートルの高さまでかさ上げして堤防機能を持たせ、海岸に整備された防潮堤との多重防御で津波の威力を軽減します。今日は名取市の山田次郎市長や地域の住民などおよそ60人が出席して開通を祝いました。これだけでもまあ二重のなんかねあの防波堤っていうかあのそういう風な建災として かかななり役立つんじゃいいでしょううねねこのの道路っていうのは、ね、空港とその売り上げの産業用地をつなぐ道路にもなりますので、そういう意味では産業振興であるとか、また観光面でもまあ大きな貢献をしていただけるんじゃないかと思ってます今日は秋晴れの下山田市長を先頭に自転車やバイクなど、合わせておよそ100台が走り止めをしました。